フアンマリーア・ボルダベリーア・ロセナは、ウルグアイの政治家。1972年から1973年まで、さらに1973年の軍事クーデター以降は、事実上の大統領を務めた。バスク系ウルグアイ人。コロラド島ハンバジェ主義者の家庭に生まれる。父ドミンゴは弁護士、牧場の王子主で上院議員も務めた。当初は、 国民党で政治活動を行っていた。1962年に上院議員に就任。1967年にコロラド党に入党し、その後、ホルヘ・パチェコ・アレコ政権下では農牧業大臣を務めた。1971年の大統領選挙で国民党のウィルソン・フェレーラを破り、1972年に第34代大,大統領に就任した。 1950年代からの一時産品輸出の不振と工業化の行き詰まりから失業者の増大など社会不安の増していたウルグアイでは1960年代よりツッパマロスと呼ばれる都市ゲリーらが政府要人の誘拐や外国企業の襲撃を繰り返していた。1971年にはサハ連合拡大戦線が選挙で大きく票を獲得し、 旧来の二大政党制を大きく脅かすと、スパマロスの活動はいよいよ過激化していった。大統領に就任したボルダベリーは4月15日には内戦状態を宣言し、軍隊の大量投入に踏み切った。この決断は功を喪失スパマロスは相当されたものの、軍部の介入は止まることを知らず、1973年2月には陸、 海空軍の総司令官をメンバーに含む国家安全保障審議会が設置された。軍の政治介入を制度的に保障するこの決断に議会は反発した。ボルダベリーは1973年6月27日、軍の指示を背景に国会と地方議会を閉鎖し民主的体制を停止させた。しかしその後、 1976年に全政党の廃止と共同組合による統治を提案したことで、その求進性を懸念した軍事政権によって大統領の座を追われた。その後は牧場の経営に戻った。2006年12月20日、ボルダベリーは人権侵害の容疑で逮捕された。2007年には健康問題を理由に自宅軟禁となったが、翌年には、 年金の支給を停止された。2010年3月5日、ボルダベリーは憲法違反9件の失踪事件及び2件の殺人の都がで禁錮30年の判決を下された。しかし、収監されることはなく、翌2011年にモンテビデオの自宅で死去した。 b o r d a b e r r y o y h a m b u r u v a s c o s u r u g u a y g o n a r i n c o m h a t t j o a n m a r i a b o r d a b e r r y a r o c e n a b i o g r a f i s y v i t a s c o m マスダ p440。 無霊ルエクスディクトドウルグアヨジュアンマリア BORDABERRYFINANZAS.com2011 年7月17日マスダヨシロ編各国世界史26ラテンアメリカ史2南アメリカ山川出版社2000年ありがとうございます